朝山翔吾は、神奈川県横浜市出身の男子、プロバスケットボール選手。ポジションは G、F、S、G。兄の影響を受け、翔吾でバスケを始める。横浜市立西穴科学校3年時には、神奈川県選抜として、ジュニアオールスター優勝を経験。世田谷学園高校でも活躍し、1999年3年時は、 ウィンターカップ3位となり、優秀選手にも選ばれる。2000年はセダ大学人間科学部スポーツ科学科に、進学、早大ビッグベアーズに所属する。チームでは、エースとして、関東一部昇格及び、インカレ3位に導き、得点王と優秀選手賞の2冠に輝き、2003年4年時には、首相を務めた。2004年大学卒業後、 日立サンロッカーズに入団するも、一シーズンで退団する。2005年、自身の成長を目指して、OSG フェニックスに移籍する。チームの主力として2005から06スーパーリーグ、準優勝に貢献した。この活躍から2006年世界選手権では、日本代表候補に追加招集されたが、本大会の登録メンバーには選ばれなかった。 2007から 08JBL オールスターゲームでは MVP に輝く。同シーズン末、OSG は JBL から BJ リーグへ転籍するため、所属選手全員が移籍選手リストに登録されることになり、朝山はチーム残留ではなく他の JBL チームへの移籍を決断した。2008年、大学の先輩でもある東野里美が指揮を取るレラカムイ北海道と、 契約する。同シーズンには日本代表候補に選出されている。ただ同シーズン末、レラカムイの財政難からの緊縮方針に伴い1、シーズンで解雇される。2009年、ICC シシーホースへ移籍。強豪チームの一翼を担い、一度の JBL 優勝2度のオールジャパン優勝に貢献した。2013年、JBL から NBL 再編のこの年。 新たな挑戦として、JBL 時代会に低迷していた、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋に移籍した。また同年に発足した、日本バスケットボール選手会の副会長を務める。2015年、広島ドラゴンフライズへ移籍。愛心時代のチームメイトだった、佐古健一 h c が優勝の切り札としてスカウトした、ものだった。2017年11月30日。 成績不振のにより解任されたジェイミー・アンドリセビッチの後任として選手兼任ヘッドコーチに就任。2018-19シーズンは選手権アソシエートコーチとして契約継続。ありがとうございます。